今回は留学中止になっても諦めないというテーマで話したいと思います。本日は教育連携部会未来会議への参加、私が起こした4つのアクション、身近なところから国際交流を、今後の活動と抱負の順でお話しします。まずはじめに、玉川大学に入学した目的です。私が玉川大学に入学した理由は2つあります。1つ目は、中高英語教員免許、小学校2種免許を取ること、そして2つ目は留学です。そのために日々勉強を重ね、現在は TOEIC 640点、IELTS 5.5 を達成しました。しかし、コロナウイルスの影響により、夢であった留学が中止になってしまいました。初めはとてもショックでしたが、これを機に何かに取り組まなければならないと思い、教育連携部会未来会議に参加しました。教育連携部会未来会議では、高校や大学の先生、高校生、大学生が参加し、留学中止という状況の中で意見交換をしました。その中で私は、コロナで留学が中止になってしまい、焦りと不安でいっぱいですが、これから自分のできることを精一杯し、大学のオンライン国際交流イベントに参加したいという思いの丈を余すことなく話しました。そして、その内容は朝日新聞のオンライン版で掲載されました。次に、未来会議をきっかけにした私の4つのアクションについて話します。1つ目は、卵イベントのドレクセル大学とのオンライン共同授業です。ここでは、ホームレスに対する見方、考え方についてディスカッションをしました。これまで海外経験のない自分にとって、海外の方々との国際交流はとても新鮮でした。この経験がより英語力を高めて、自分の考えを伝えられるようになりたいという気持ちになり、英語に対するモチベーションが上がりました。次に、2つ目のアクションとして、卵イベントのビラノバ大学との交流会に参加しました。ここでは折り紙を教える折り紙ワークショップを行いました。事前の準備から相手に伝わるよう、日本語と英語、どちらの台本も用意し臨みました。その結果、とてもスムーズに進み、成功させることができました。ここで自分の日本語がなかなか相手に伝わらないという経験をし、日本語教員という職業についても興味を持つようになりました。3つ目のアクションは、玉川大学の大学院に在籍されている森上幸喜さんが主催した卵イベントの留学生との国際交流に参加したことです。そこで私は衝撃を受けました。英語力もさることながら、全員を引っ張っていく行動力に驚かされました。森上さんは学外でも週に1回、Zoom を通して国際交流を開催していました。私も自分のために、そして仲間のためにも何か国際交流をできる場を作りたいと思いました。そして4つ目のアクションは、これまでのような一参加者ではなく、司会者としてビラノバ大学とのグローバルクラスルームに参加しました。それにより、これまでとは違った景色を見ることができました。そして、参加してくれた方々と手軽に国際交流ができるようにという思いから、ビラノバ大学と玉川大学の学生による LINE グループを作成しました。とにかく目の前にある自分のできることは全てやるという気持ちを貫き、これまで努力をしてきました。その結果、これらの活動を認めていただき、前人の12月号にインタビューが掲載されました。また、身近な生活の中でも国際交流や多文化共生を実現したいと思うようになりました。私は外国の方々が集まる飲食店でアルバイトをしているので、自ら声をかけ、積極的にさまざまな文化の方と話し、プライベートでも交流するようになりました。そして同じように留学中止になってしまった友人も誘い、国際交流ができる場を作っています。自分を通して他の国の方々が仲良くなっていく姿を見たときは、小さな規模ではありますが、多文化共生社会を目指す上で、自分も少しでも関われたという実感がありました。そしてこれからも Google ストリートビューを使ったプチ観光やオンライン将棋などの国際交流できる場を作っていきたいと思っております。最後に今後の活動と抱負です。私は英語力と人間力を今後も伸ばしていきたいと思っています。具体的には、英語は TOEIC 800点、IELTS 6.5 を目指しています。人間力としては、全人教育を実践できる教師となれるよう、卵イベントのウィルクス大学の授業体験と、現地の小学校の授業参観で学んだことを生かして、子どものことを一番に考えることのできる理想の教師になりたいです。そして出会った人に感謝し、交流会を企画しながら、良いネットワークを広げていきたいです。今後も精一杯努力して力をつけていきたいと思います。これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。